はい、今回はですね、ネイティブインストゥルメンツ社よりリリースされました、こちらレプリカ XT ですね。以前にこちらレプリカという製品解説していますけども、それのですね、後継機バージョンと思っていただければと思います。見た目もそうなんですけども、機能面かなり進化していますので、このあたりをですね、サンプル楽曲を使って解説していきたいと思います。まず用意したサンプルなんですけども、こんな形です。これですね、下3トラック、パッドプラスラップに対して、それぞれですね、ディレイをかけてみたいと思います。それではパッドからいきましょうか。まずソロにします。今これだけ聞いていただきますと、こんな感じの伸ばしのフレーズですね。で、これに対してレプリカ XT を適用という感じです。今ですね、立ち上げた段階のデフォルトの状態と思っていただければと思います。これですね、3つのセクションに分かれていまして、左部分でですね、ディレイのタイプを決めます。今ですね、モダンとなっていますけども、こちらでアナログとかテープとか、それぞれですね、タイプの異なるものを選択可能ということになりまして、この中央部分からはですね、ディレイの細かな設定を行うことができます。またですね、こちらウィンドウが追加されていまして、元々の音がですね、こちらオレンジ、ドライの音ですね。そしてディレイ成分、やまびこがこの赤のラインで表示されるようになっているといった形です。このようにですね、視覚的に見やすくなっているだけではなく、かなりですね、細かなセッティング、この下から行うことができるというものです。これもですね、音を作りながら見ていきたいと思います。そして最後にですね、エフェクト。こちらクリックしますと様々なエフェクト出ていまして、かなり個性的な音を作ることができるといったところが、この右のエフェクト部分となります。それではですね、まずこのパッドなんですけども、広がりのある音をちょっと作ってみたいと思います。といった形で、まずこちらディレイのタイプから選んでいくんですけども、最初ですね、こちらディレイの特徴をつかみやすくしたいなんて言った時はですね、このミックス、要はディレイをどのぐらい適用しますかというものなんですけども、一番左に振り切ると 100% 対 0% となりまして、ディレイの効果が一切なくなります。要はかけていない状態ですね。はい。そして右に行けば行くほどディレイの効果がですね、顕著に現れまして、100% で元々の音が消えます。今ですね、再生してみますと一瞬。はい、わかりましたでしょうか。再生から遅れていますよね。なぜかと言いますと、この遅れている部分というのは元々の音がドライ、今ですね、ゼロになっているから、こうディレイ成分だけしか聞こえてないので、この分遅れているといった形でですね、ディレイのその成分をそのまま聞くことができますので、まず最初ですね、音色の特性つかみたい場合は、こちらミックスを100にして、ディレイのタイプ切り替えていけばいいかなというふうに思います。で、これ先ほども見ていただきましたけども、クリックすると、こんな感じでディレイのタイプが出まして、モダンというのはですね、割とこう今っぽいディレイというか、非常に綺麗でクリアな残響が特徴となっています。一回再生入れてみましょう。こんな響きですね。ディレイのタイプに合わせてですね、このパラメータも調整していけるという形です。例えばこうサチュレーションってありまして、上げれば上げるほど音が汚れるといった形になります。今 100% にしているので、効果が顕著に出ますね。ちょっとノイズっぽくもなります。で、このですね、レートとデプスなんですけども、音程を揺らすということになります。これはですね、他のディレイなんかでもついていますので、ちょっとやってみましょうか。こちらでですね、揺れる速さ。で、こちら、デプスで揺れの深さ。うねりですね。ちょっとこう、薄くかけておくと、元々の音と合わせた時に広がりが出ますと。いう感じです。またですね、ドロディレイにもついてるんですけども、こちら、ローカット、ハイカットってありまして、ちょっとミックス100にしましょう。まず、低音カットすると、はい。残響をスッキリ聞かせることができると。ですので、ある程度入れておくと、元々の音と差別化ができますね。そして、ハイカットはですね、音が綺麗すぎるのを防ぐと。要は、馴染みを良くするために使うといいと思います。で、100% にしておくと、その効果がはっきり分かって、あとは元々の音を加えていくと。このような形となりますね。他にもですね、ディレイのタイプ見てみましょうか。このアナログというのはですね、こもった感じのですね、残響が特徴です。これ 100% にしましょう。はい。さっきのモダンに比べて明らかにこもった印象になってますよね。またこの部分でですね、暗めの音とか、温かみのある音とか、こういう風にやって、また音程なんかもいじれると。言った形となります。テープというのは、まあ、そのままなんですけども、テープディレイのですね、味のある音を作ることができます。このサチュレーションを上げていきますと、
はい、音にざらつきが出たり、このテープエイジではですね、どのぐらい古いテープかというのを決めたりとか、これ高音が落ちますね。こっち行くと割と高音が出てくるといったところで、まあある意味わざとボロい感じを出すって言った時いいかもしれませんね。ここでは音程を、はい、先ほどのですね、レートとデプスに近いものを得ることができると。またこちらノイズついてまして、このテープエイジと関連してくるんですけども、若干ですねノイズを足すこともできるといった形ですね。あとローカットハイカットありますので、このあたりは一緒ということになります。そしてヴィンテージデジタルといって、こちらはですね、ここで4つのクオリティから選ぶことができるデジタルリレーということになります。こんなものとか、今ハイですね、クランチですとこんなサウンド、このあたり非常に使いやすいかなと個人的には思いましたね。あとはこれ音程、先ほど説明したものになります。で、最後ですね、一つだけちょっとですね、特殊なものがありまして、このディフュージョンというものになります。これはですね、ディレイセーブに対して、リバーブもですね、かかったような感じになると。ちょっと聞いてみましょうか。かなり深い印象になりますよね。サイズとこのアマウントでこのですね、リバーブの感じを決めたりなんかできますね。この際、やっぱりローカット強めに入れておくと、やっぱりモコモコした感じ取ることができますので、おすすめですね。はい、特にですね、こう広がった印象を与えたい時にはおすすめのディレイかと思います。はい、といった感じで、このタイプ部分はこんな感じ。次回はですね、この中央とそしてエフェクト部分解説いきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ご視聴誠にありがとうございました。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、高評価をお願いいたします。今後も動画を更新し続けてまいりますので、もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ウェブサイトや Facebook、Twitter なども更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。その他、動画の再生リストなども用意しておりますので、パソコンの方はもっと見るをクリック。スマートフォン、タブレットの方は動画のタイトルをタップしていただくとアクセスが可能です。また、スリープリークスに対する応援メッセージやコメントなどをいただければ嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします。